様こんにちは。本日はボートレース下関にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあいよいよ始まりますね。 SG 第20回チャレンジカップ、そして G2 第4回レディースチャレンジカップですが、まさに目的が明確なシリーズです。年末の大一番に向けて最後のビッグチャンスとなります。グランプリ出場、そしてクイーンズクライマックス出場に向けて54選手がこの下関に集結いたしました。初のナイター開催ということで、このチャレンジカップが一体どんなドラマティックな、ね、展開を迎えるのか非常に注目を集めています。海峡ドリームナイター、大いに6日間楽しんでいただきたいと思います。申し遅れましたが、本日の司会進行、佐山夏子です。どうぞよろしくお願いいたします。それではオープニングセレモニーに先立ちまして、こちらをご覧ください。それでは G2 第4回レディースチャレンジカップ出場選手の紹介です。
香川桃佳中村。おはようございます。香川5人で最後まで全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。 From 岡山美穂守屋。こんにちは、ゆうきちゃんとチャレンジカップに一緒に出たいと言って4年やっと実現することができました。2人で活躍できるように頑張ります。見ててください。 From 三重ゆうき山下。おはようございます。たくさんの方に応援してもらえて嬉しいです。下関好きです。モニト頑張ります。 From 愛知リエ谷川。はい、今年50歳になりました。こういう場に立てるのももうあまりないと思うので本当のチャレンジをしたいと思います。 From 愛知アスカ大滝。おはようございます。下関は24番目に好きなレース場です。頑張ります。 From 徳島稽古岸。こんにちは。思い出の下関に新しい思い出作りに来ました。応援よろしくお願いします。 From 福岡波武井。おはようございます。チャレンジしに来ました。優勝目指して頑張ります。応援してください。 From 福岡いつこ日高。久しぶりの下関なんですがナイターレースになっててびっくりです。リアルタイムで九州場所の相撲が見れなくて残念です。 From 静岡エリー三浦。From 岡山節子田口。おはようございます。無欲で頑張ります。 From 岡山ゆかり樋口。おはようございます。一生懸命頑張ります。 From 香川七平高。こんにちは、気合い入れて始めます。応援よろしくお願いします。 From 福岡メイカワノ。おはようございます。いいレースできるように頑張ります。応援してください。 From 広島ゆかりうんの。集中して頑張ります。応援してください。 Dream No. 6 From 愛知ゆうこ細川。こんにちは、いそいそ一生懸命走ります。応援お願いします。 Dream No. 5 From 香川みゆき山川。おはようございます。下関大好きです。頑張ります。 Dream No. 4 From 岡山知恵寺田。こんにちは、一層一層大切に走ります。応援してください。 Dream No. 3 From 群馬秋江松本。こんにちは、今節も最後まで諦めずに全力で走りたいと思います。応援よろしくお願いします。 Dream No. 2 From 滋賀エミエンド。ございます。最後まで全力で走ります。応援してください。
Dream number one from Shizuoka, Maki Nagashima. いいです、できるよ。一生懸命頑張ります。まずは G2 第4回レディースチャレンジカップ出場選手が登場いたしました。改めまして皆様、盛大な拍手をお送りください。それではここで G2 第4回レディースチャレンジカップ出場選手は一旦退場となります。それでは SG 第20回チャレンジカップ出場選手の紹介です。From Saga Takaharu Misho。おはようございます。いつも通り一生懸命頑張ります。 From 福岡、セイナ・オノ。こんにちは。最終日まで精一杯走ります。応援してください。 From 佐賀、コージ・ヤマダ。おはようございます。自分らしくマイペースに頑張ります。From 香川、Masahiro Kataoka。 おはようございます。一生懸命頑張ります。応援お願いします。 From 群馬、Naoyuki Akiyama。 一節間精一杯チャレンジします。 From 岡山、角路吉田。最後に集中して走ります。 From 徳島、高信田村。こんにちは、いっそいっそチャレンジします。応援お願いします。 From 福井、
幸太郎今垣。こんにちは、最終まで先輩頑張ります、よろしくお願いします。 From 滋賀、俊介森田。おはようございます。選手人生初めて、てっぺいと二人部屋になったんで、なんとか楽しく過ごしたいと思います。From 群馬、智也山崎。おはようございます、セイパー走ります、よろしくお願いします。 From 福井、康平中島。こんにちは、一生懸命頑張ります。 From 大阪、まさのり丸岡。おはようございます、入れします、お願いします。From Tokyo, Teppei, Ishiwata. こんにちは、本日も団子太郎決定で走ります、応援しております。 From Fukuoka, Motoshi Shinozaki. おはようございます、MWが完成します。 From Fukuoka, Shota Maeda.こんにちは、しっかりチャレンジして帰りたいと思います、応援してください。 From 福岡、安弘岡崎。おはようございます、頑張ります。 From 大阪、小路湯川。こんにちは、今週も集中して頑張ります。From Fukuoka, Hitoshi Shinozaki. おはようございます、精一杯頑張ります。 From Mie, Yushi Nitta. おはようございます、チャレンジ精神を持って頑張ります。 From 群馬、マコトブス島。おはようございます、精一杯頑張ります。 From 広島、映像辻。おはようございます、一生懸命走ります、応援してください。 From 広島、安和前元。こんにちは、最後まで頑張ります。 From 香川、和真森隆。頑張ります。 From 埼玉、ニュータ中田。気持ち入れ直して頑張ります。 From 大阪、新一郎田中。頑張ります。こんにちは、今日も心を込めて、走りたいと思います、よろしくお願いします。 From 兵庫、友幸魚谷。じゃあ、最終目で全力で頑張ります、ご参加よろしくお願いします。 From 大阪、しげる松井。こんにちは、最終目で全力で頑張ります、応援お願いします。 From 静岡、康平菊池。しっかり頑張ります。 Dream number 6 from 岡山、ゆうき、かやはら。おはにちは、頑張ります、お願いします。 Dream number 5 from 三重、
よしのり井口。こんにちは、頑張ります。 Dream number 4 from 山口、ショウテラダ。地元です、気合入れて全力で取りに行きます。 Dream number 3 from 山口、エイジーシライ。おはようございます、寺田と二人で地元の声援を力に変えてしっかり走ります。応援してください。 Dream number 2 from 埼玉、順平希龍。おはようございます、一節間精一杯やります。声援よろしく。Dream number 1 from 佐賀、リュータミネ。おはようございます、僕も SGV2 でチャレンジしたいと思います。最高の練習します。応援してください。 SG 第20回チャレンジカップに出場する選手34名が登場いただきいたしました。改めまして選手の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。それではここで G2 第4回レディースチャレンジカップに出場する選手も再登場いたします。はい、SG そして G2 と2つの戦いが楽しめる6日間となります。年末の大一番に向けて本当に勝負がけですね。チャレンジカップ SG は優勝賞金2700万円、そして G2 レディースチャレンジは優勝賞金400万円、準優勝でも200万円ありますからね。本当に年末の枠番に向けても非常に大事な戦いとなります。チャレンジカップならではのね、男女揃ったこの3日間、そして初めてナイターで行われるということで、果たしてどんなドラマが生まれるのか。そして今回ね、海峡ドリームナイター下関のナイター、初めてご来場のファンの方も多いと思います。6日間温かくしてね、ぜひこの熱戦を楽しんでいただきたいと思います。それでは改めまして SG 第20回チャレンジカップ、 G2 第4回レディースチャレンジカップに出場する54名の選手へ盛大な拍手をお送りください。では続きまして選手代表挨拶です。すべての出場選手を代表しまして小野聖奈選手お願いいたします。ファンの皆様、本日のご来場誠にありがとうございます。 SG 第20回チャレンジカップ、 G2 第4回レディースチャレンジカップに出場します。私たち54名は年末のグランプリ、年末のレディースクイーンズクライマックスに出場するために、最終日最終レースまで熱い戦いを繰り広げることを誓います。お客様におかれましても風邪などをひかれないように、ぜひ最終日最終レースまでのご声援よろしくお願いいたします。平成29年11月21日、選手代表4530、小野聖奈。はい、ありがとうございました。では小野選手はそのままお待ちください。では今節の選手班長を務めていただきます白井英二選手と日高いつ子選手、そして今代表挨拶を行っていただきました小野聖奈選手へ花束の贈呈です。3選手では、はい、中央に並んでいただいて、日高選手中央にお願いいたします。では本日花束を渡していただくのは今日のイベントゲストです。 AKB48 元メンバーの梅田彩香さんです。はい、それでは白井選手から頑張ってください。はい、では続いて日高いつ子選手へ。はい、そして小野聖奈選手へ。は
はい、しっかりと渡していただきました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。はい、選手の皆さんは元の位置へお戻りください。そして梅田彩香さん、ありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。さあ、いよいよ本日から始まります SG 第20回チャレンジカップ、 G2 第4回レディースチャレンジカップ。選手の皆さんの熱い戦いに期待したいと思います。以上をもちましてオープニングセレモニー終了させていただきます。選手の皆さんの健闘を願って盛大な拍手声援でお送りください。選手退場です。18位以内の選手、そしてそれ以外の選手と、それぞれが本当に勝負の一戦一戦となります。また女子レディースチャレンジに関しても5日間のポイントで優勝戦メンバーが決まるということで、またいつもとはねちょっと違った戦いになりそうです。それぞれグランプリ、そしてクイーンズクライマックスに向けて激しい戦い、毎年本当に最後は何万差何十万差というねドラマが生まれる、そんな戦いでもあります。初のナイター開催、皆さんね夜の時間本当に暖かくしてこの熱戦をお楽しみいただきたいと思います。